結城カノン著、二人の少女。二人の少女と暮らしていた。名前をミキとサキという。いつから暮らしているのかわからない。実際に暮らしていたのかもわからない。気づけばいつも彼女たちの気配が俺のそばにあった。彼女たちは小学生の高学年あたりの年齢で、驚くほど似ていたそうだ。そうだというのは、俺は彼女たちに対して明確な視覚的輪郭というものを持ったことがなかった。弱視者の視界のように、彼女たちもその頃の生活も霞んでいる。俺がいた部屋はもう何年も誰も住むことがなかった傾いた民家だった。窓に面した部屋と立て付けの悪い引き戸の玄関に面した部屋があった。窓に面した部屋には粗大ごみから拾ってきたような二段ベッド、玄関に面した部屋には引き出しのないタンス、そして使い込んでささくれだった木の学習机があった。俺はその机だけが唯一自分に残された自分の場所だというようにしがみつくようにして勉強していた。俺は中学生くらいだったのかもしれない。ミキは学校から帰ってくると母屋へは行かず、重い引き戸を小さな体で懸命に押し開け、少し空いた隙間から体を滑り込ませるようにして入ってきた。そして何も言わず壁にもたれて座り、カバンから落書き帳と色鉛筆の入ったケースを取り出し、膝の上で色鉛筆を走らせていた。静かな部屋にミキの走らせる色鉛筆の紙をこする音が響いた。サキは学校に通ってはいなかった。引き出しのないタンスの上にちょこんと腰掛け、足をブラブラとさせ、つまらなそうに一日を過ごす。ミキが帰ってきてしばらくすると、サキは思わせぶりにため息をつき、俺たちの関心を引くために不平不満を述べ始める。ミキが帰ってくるまではおとなしくしているから、もしかしたらそれは俺たちの関心ではなくミキの関心を引くためだったのかもしれない。しかし俺はサキが口を開くたびに金槌で後頭部を殴りつけられるように体をすくめ、サキの言葉の余韻が消えるのをじっと待たなければならなかった。あなたたちは肉体関係があるからよ、そんな風に分かり合えるのは。いいの？私を仲間外れにしても。サキは肉体関係という言葉に意地悪に力を込める。その度に俺は周囲に聞かれたのではないかと余韻が消えても気が気ではない。村の大人たちが踏み込んでくるのを怯え身構える。耐えきれず先に飛びかかって口を封じたいが懸命にこらえる。そんなことをすれば余計騒ぐだけよ、とミキは思っている。俺は目の端でちらっと壁にもたれているミキをうかがう。ミキは何事もなかったように色鉛筆を走らせている。放っておけばいいのよ、誰もサキの言うことなんて取り合わないんだから。ミキの言う通り、どんなに身構えていても何も起こらなかった。サキは張り詰めた静寂の中で俺たちに媚びたように笑い始める。
サキが疎外感を感じるのが俺には痛いほど分かった。ミキの言う通り、誰もがサキを相手にしなかった。サキが学校へ行かずとも、注意する者もいなければ心配する者もいなかった。それどころか、サキは自分の所有するものを何一つ与えられていなかった。服はミキからもらったいつも同じものだし、落書き帳もなければ色鉛筆もカバンも持っていなかった。お茶碗やお箸さえもない。サキがミキの気を引くためにミキのカバンや色鉛筆に触れると、ミキはとても冷淡にそれらをサキから遠ざけた。俺がやってくるまでミキはそんなサキの存在を認め、自分のものを共有物として仲良く双子のように暮らしてきたが、もうミキも取り合わなくなった。そんなサキに対して目を背けたいほどに気の毒に思うし、申し訳ない思いでいっぱいだったが、俺にはどうしてやることもできない。俺だってこの村ではサキとそう変わらない立場だった。もしミキとサキが逆だったらと考えてみる。逆だったならば、俺はミキのために戦っただろうし、ミキとこの村を出たかもしれない。しかし俺の中でサキに対して感じる何もがなかった。サキとミキはとても似ているというし、かすれている視界であるのに、俺には視覚で確認するよりもずっと明確に二人の区別をつけることができた。目を閉じていても分かった。ミキのふりをしてサキが俺のベッドに入り込んできてもすぐに分かった。眠っていても分かった。サキの存在は悲しいほどに希薄なのだ。言葉を交わさなくても、俺にもミキが何を考え、俺が何を考えているかがミキには分かった。なぜか分からない。俺とミキはつながっているのだ。ミキが初めて重い引き戸を開けて体を滑り込ませて入ってきた瞬間から、俺はミキが分かった。理由は分からない。確かにサキの言う通りかもしれないとも思う。肉体の関係があれば分かり合えるのかもしれない。俺とミキは自分でもいつか特定できない、あるいは自分が自分として存在する前から肉体的な関係があったような気がするのだ。ミキの体から発する熱、匂い、手触り、唾液、そんなすべてのことに俺は懐かしさを感じる。ミキの小さな体を抱いていると、その瞬間だけ悪夢から覚めたような安堵を感じる。残酷で冷酷でエゴのぶつけ合いのような現実から逃れることができる。と言っても、俺とミキにはサキの言うような正確な肉体関係があるわけではない。彼女の中に入るのが怖かった。それは彼女を壊してしまうかもしれないという怯えもある。しかしそれより何より、俺はどんな形であれ、それが机一つの面積しかない自分の場所であれ、やっと手に入れた場所だった。その場所は大海原で何とかしがみついている木切れのようなものだった。俺はそれを失ってしまうことが怖かった。この村からも追い払われることが怖かった。それ以上に、そういう形でミキを失ってしまうこと、切り離されてしまうことが怖かった。俺たちには抱き合っているだけでお互いを癒すことができた。
それだけで十分だった。いや、どうだろう。俺はそうしている間、いつも勃起していた。ミキは小さな手のひらで俺のペニスに触れることもあった。俺たちはセックスの意味合いでの激しいキスも交わした。しかし俺はミキの小さな体にしがみつきながら突き放すようにして、それより先に進むことを懸命に拒んだ。ミキの体を自分から引き剥がすようにして離れることもあった。まるで見当違いな話を始めてごまかすこともあった。腹痛を起こすこともあった。俺はもう何も失いたくなかったのだ。しかしある日、ミキは俺のベッドの中に入り込み、裸になって俺の目の奥を見つめた。怖いの？と鈍く笑った。何を怖がってるの？俺には怖いものだらけだった。途方に暮れながら懸命に机という木切れにしがみついている。しかし俺が何かを怖がっていることを悟られたくなかった。もちろんミキはそんなものすべてわかっているだろう。しかし大して豊かでもない今の生活とミキを天秤にかけていると思われたくなかった。俺はミキの唇に自分の唇を近づけた。自分がその後どうするつもりなのか何も考えていなかった。ミキは小さく膨らみを帯び始めたつぼみのような胸を俺の目の前に近づけた。おっぱい飲んで。俺は月明かりに照らされた扁平な、それでいて柔らかさを帯びた胸元を見つめ、何度も戸惑っては、やがて決心しては躊躇し、震えながら唇を小さな米粒のような突起につけた。ミキは俺の唇に柔らかな胸を押し当てながら、小さな手のひらで俺のペニスをこすり射精に導いた。しかし俺はある日、サキと肉体関係を持った。どういう経緯があったのか覚えていない。気づいたら俺はサキの上にのしかかっていた。サキが誘ったわけではない。サキがそういう素振りを見せるのはミキがいる時だけだった。サキの行動のすべてはミキの関心を引くためのものだった。だからそれは間違いなく俺から仕掛けたことだっただろう。サキは暴れて拒んでいた。俺が気づいたのはその時だ。俺は懸命にサキを押さえつけた。どうしていいかわからなかった。どうすれば元の何もない状態に戻せるのかわからなかった。と自分の中に、哀れな境遇にあるサキをいじめたいという残酷な欲求が芽生えていた。どうせ誰にも相手にされない人間なのだ。存在していない人間のようなものなのだ。何をしても構わない人間じゃないか。俺は開き直って暴れるサキの唇に唇を押し付けた。ワンピースを引きちぎらんばかりにまくり上げようとすると、サキの体からすっと力が抜けた。俺の体の下から息を上げながら俺を見つめていた。私のこと好き？とサキは聞いた。俺はその瞬間に我に返ったが、けおされたようにうなずいていた。
本当に？俺は熱を持ち出した咲の体の上で固唾を飲むようにうなずいた。咲は少し戸惑うようにして首をもたげ、俺の唇に唇を近づけた。そして、ちょっと待ってねと恥ずかしそうに笑みを浮かべ、俺の体からすり抜け、青いワンピースを脱ぎ、俺に背を向け、大切そうに畳んだ。痩せた貧相な体に白いパンツのまだ子供の後ろ姿は、俺をとても悲しい気持ちにさせた。自分を殺してしまいたいような衝動に襲われた。何もなかった元の状態には戻れないのか。俺は激しい後悔をしていた。しかしもうその流れを止めることはできなかった。それはもう怒ってしまったのだ。俺は後悔に耐えることができずに、咲の後ろ姿に襲いかかった。咲とのセックスは、ミキとのセックスより良かった。咲の中に挿入するとき、俺の中の怯えは爆発しそうになった。これより先に進めば、もっと引き返せなくなると躊躇した。ミキとの時と同じように、俺は逃げ出そうとした。しかし、サキはそれを強く望んだ。サキは、俺とミキが挿入には至っていないからこそ、よりそれを求めた。小さなサキの体の胃袋まで突き上げているような感覚だった。サキは懸命に痛みをこらえ、俺はその痛みを少しでも和らげるために、懸命に射精することだけを心がけた。俺たちは幹に隠れてセックスするようになった。しかし、隠しても意味がなかった。幹には俺の考えていることがすべてわかるのだ。俺はいつも苛立つようになっていた。その腹いせに、咲に対して思いつく限りのありとあらゆることをやらせて射精した。咲は挿入される痛みより快感の方が多くなった。彼女は一日に何度も俺に挿入を望むようになった。俺もその度に彼女の中に何度も何度も射精した。俺は机という木切れではなく、咲という木切れにしがみつくようになった。だからといって、幹がいらなくなったわけではなかった。咲は肉体関係があるからと言ったが、肉体の関係はあまり関係ないようだった。どんなに体を重ねても、どんなに咲の中に射精しても、サキが俺の中で希薄であることに変わりはなかった。いや、より希薄になったかもしれない。サキと交わるたびに、ミキへの罪悪感の分だけミキの存在が大きくなっていった。その罪悪感をやり過ごすために、俺はサキを激しく犯した。ミキなんかより私の方がずっとずっといいでしょ。俺はつまずくようにうなずいた。サキの体は俺の精液を取り込めば取り込むほど女の体になっていった。乳房は膨らみを帯び始め、腰は急激にくびれ、人目にも露骨に女のものへと変貌していった。その変貌は誰もが咲の存在を認めてしまいそうなものだった。俺はそんな変貌を遂げていく咲の存在を怯え始めた。怯えながらも、俺は咲の中で射精することをやめることができなかった。
女の体になればなるほど、手のひらに感じる肉が膨らめば膨らむほど、サキの体から離れられなくなった。このままでは全てが奪われてしまう。逃げなければならない。しかしどこへ逃げるというのだ。やっと手に入れた自分の場所なのだ。いや、どこが自分の場所だというのだ。俺は木切れにしがみつくように先にしがみついている。先なしでは生きられなくなっている。先の肉の感触、体温、先のあの女の体なしでは生きられなくなっている。しかし離れなければならない。だからこそ離れなければならない。そうしなければ俺は丸ごと希薄な先の中に取り込まれてしまう。それこそがもう先の中に取り込まれているのかもしれなかった。鈍い音と小さなうめき声で目が覚めた。ベッドから這い出て玄関に面した部屋に行くと、ミキが先の頭に石を打ちつけている影が見えた。床に倒れていた先は側頭部から血を流して、自分に何が起こったのかわからず放心状態で目をパチリパチリとさせていた。その横でミキは血のついた重い石を抱えて俺を見て微笑んだ。大丈夫よ、もう何の心配もいらない。ミキはパチリパチリと瞬きしているサキの顔に両手で石を抱え上げ振り下ろした。あなたが気にすることじゃないのよ。こうすべきだったの。もっと早くこうするべきだったの。そして頭蓋骨が砕ける鈍い音がして、女の膨らみを持ち始めたサキの体はぐったりと力を失った。それからどれくらいの時間、俺は死体になったサキを見下ろしていたかわからない。気づいた時、俺は床板を剥がし、サキを埋める穴を掘っていた。結城カノン著、二人の少女。朗読、ピアノ、結城美も。制作、Bファクトリー。